アレンモンキーは、霊長類の一種で、オナガザルカアレンモンキー族に属する唯一の種である。系統的には、グエノンの姉妹クレードだがシ、シキと習性が異なる。コンゴ共和国及び、コンゴ民主共和国西部のコンゴ盆地に生息する。この猿はかなりがっしりとした体格の持ち主である。皮膚は、長面で快力色。顔は赤みを帯び、頬には長い毛の束がある。 手足の指にはわずかに水かきがあって、部分的に水辺での生活を送る。全長は45から60センチメートルに達し、尾の長さは50センチメートルになる。オスは6キログラムで、メスが3.5キログラム以下なのに比べて大きい。アレンモンキーは、中高生で、定期的に地面に食べ物を探す習性がある。水の豊かな小宅地に住み、泳ぎが得意で、 危険を避けるために潜水する。40匹以下の社会的集団を作って暮らし、様々な鳴き声や仕草や接触でコミュニケーションを取る。餌は果物と葉のほか甲虫と芋虫を食べる。この種の繁殖修正についてはよく知られていない。離乳時期は生後3ヶ月で、成熟は3から5年。寿命は最長で十三年。他の猿と違って水辺での暮らしが、 森の危険を緩和しているが、蛇、猛筋そしてボノボといった天敵がアレンモンキーを捕食する。ありがとうございます。